クルブアトレティコ・モレリアは、メキシコ中西部、ミチョアカン州の州都モレリアに本拠地を置く、サッカークラブである。リーガでエクスパンシオン MX に所属。ホームスタジアムは、エスタディオ・モレロス。プリメーラ・ディビシオンに、初めて昇格したのは1957から58シーズン。1968から69シーズンに降格するも、1981から82シーズンにプリメーラに復帰。1996年にメキシコ大手の放送局テレビシオンアステカがクラブを買収した。2000年に最初のタイトルとなるインビエルの優勝を果たした。2002年と2003年に2大会連続でコンカカーフチャンピオンズカップ決勝に進出したが、それぞれ同じメキシコの CF パチューカとクラブトルーカに敗れた。2010年、スーペルリーガ決勝で、モレリアはミゲル・サバーの2ゴールでニューイングランドレボリューションに2から1で勝利して優勝を果たした。2020年5月23日、モレリアからシナロア州南部のマサトランへ移転し、クラブ名もマサトラン FC へ変更されることがメキシコの複数の報道機関で報じられた。クラブを所有していたグルーポサリナスはミチョアカン州政府に対して年間400メキシコペソの支援を要求した。6月2日、クラブとリーガ MX はクラブ創設70周年の2日前にマサトランへの本拠地移転を発表した。6月26日、リーガ MX のエンリケ・ボニージャ会長はアトレティコ・サカテペクが財政難を理由にモレリアへ移転することを発表した。翌日、クラブはエスタディオ・モレーロスで記者会見を行い、アトレティコ・モレリアに名称変更した。グアダラハラのホセ・ルイス・イゲーラ元会長とミチョアカン、州のビジネスマンたちがオーナーシップを共同保有する形で運営されることとなった。ありがとうございます。